いつの間にか撮影はクランクアップしていたのね。お疲れ様でしたね。120年周期で開花するという破竹。喜んで良さそうなものですが、不吉だったのですね。南方熊楠と神社合祀令。神社合祀令とは、神社合祀令は、神社の数を減らすために、西園寺金持ち内閣によって、発せられた勅令です。この勅令は、明治39年に施行され、大正3年までに、全国で約20万社あった神社の7万社が取り壊されました。神社合祀令は、日露戦争後に全国的に実施された政策で、神社にかかる補助金や、神主の負担を減らそうとするものでした。神社合祀令は、複数の神社の祭神を一つの神社に合祀するか、一つの神社の節末社にまとめて遷座させ、その他の神社を廃することによって、神社の数を減らすというものです。明治政府は、菊神話や縁起式神謡帳に、名のあるもの以外の神を廃滅することによって、神道の順化を狙いました。第119話のあらすじです。徳永から、国が推し進める神社合祀令に、反対している熊楠に、深入りするなと、釘を刺された万太郎。しかし、野宮から神社の森の悲惨な現状を伝える手紙が届き、いても立ってもいられなくなる。一方、末子の店には、逸馬がやってくる。逸馬は、万太郎に、資産家の青年、永守徹を紹介する。